ないと。それで、これ、お詫びというわけじゃないんですけど、千代子、よかったら受け取ってください。一ノ瀬さん？いや、お母さんよ。それ。今まで受け取らなかったのに。受け取ってもらえるんですか？そのために持ってきたんだろ。さっきから何言ってんだよ、お前は。ピローン。一ノ瀬さん、本当にチョコを受け取ってくれた。よかった。怒ってないんだ。で、他に俺に言うことはないか？抱いてください。オペラ鑑賞のことは本当に完成して。そうじゃない。本当にお前はとろくさいな。これだよ。鍵？これは土曜日の夜に見つけた。誰かがドアノブに引っ掛けといたんだ。いたずらかと思ったが、形を見て気がついた。俺の実家の机の引き出しの鍵がこんな形だった。オーダーメイド品なのかな。特注品だから間違いない。おまけに変なメモもあったしな。筆跡で分かれそう。それで確認しに家に戻ったら、弟の部屋の机の引き出しの鍵穴にぴったりだったで思ったわけだ。誰がこんなものをってな。そうしたら母さんが、前にこの部屋に入ったのは家族と凛の彼女だけだったって言うじゃないか。本当だったんだ。本当だったんすか。あのお母さんがね、その凛、自分がね、もう溺愛してそうな凛くんを彼女と認めてるんだったら、結構ちゃんとした彼女だったのかもしんないよな。それで連絡を取ったら大当たりだ。彼女は妙なことを言ってた。鍵はもう自分のものじゃない。冬だってのに服のまま川に入って必死で鍵を探したお人よしに渡したとな。おお、それで一回なんか熱でさ倒れてる時見に来たんだよな、きっと。いつんせさんで、そのバカは風邪ひいて寝込んで肺炎まで起こしかけてた。怖いよ本当に。喉は何だって言わなかったんだ。完全にバレてる。どうしよう、もしかしなくても怒ってる。一ノ瀬さん、直接渡したら勝手なことするなって怒られるんじゃないかって。それで怒る？だって今も怒ってるじゃないですか。いえ、怒るのはいいんですけど、それで鍵を受け取ってもらえなかったらどうしようって。なんでそこまでして。伝わるんじゃないかって思って声が震えてきた。弟さんの気持ちが伝わるんじゃないかって思ったんです。そしたら一ノ瀬さんはきっともっと、ダメだ、うまく言えない。こうなるともう顔も見られないよ。視線が私のつむじにビシビシ突き刺さるのが感じる。俺はそんなに怒りっぽい人間に見えるか？そうですね。そりゃ見えますよ。何言ってんすか、一ノ瀬さん。そりゃ見えますよ。何言ってんすか、笑わせないでください。ここまで嫌がらないからバサリ切っちゃった。なんじゃ、何してんですか。ショック。一ノ瀬、ショック。は、しまった。調子に乗って言い過ぎた。もうフォロー不可能だ。グッバイ青春。リムーブ。今のは言葉なやっていうか、深い意味はないっていうか、ブロックされた。日記。読んだよ。なんて書いてあったんだろうね。ちょっとふざけすぎたんで、ここから真面目に行きましょう。え？あいつが書いた日記。あんな風に思ってるなんて、気づきもしなかった。どっかのバカが風邪ひいてまで鍵を手に入れてくれなきゃな。あ、でようやく両親と話し合ったよ。お、凛の墓参りも行った。仲直りしてる。そうでしたか。だから週末にいなかったのか。お墓参りも行ってなかったのかもね。一ノ瀬さんとご両親の間で何があったのか、何より一ノ瀬さん自身の気持ちの変化がどんなものなのか、それはわからないけど、ちょっとだけ前より陰りの消えた一ノ瀬さんを見てたら、そんなこと聞く理由なんてない気がする。でも子供の頃からなんか、自分はここの家の本当の子供じゃないんだみたいなさ、そういうなんか辛い悩みを持っていたことが、このね、レトナちゃんの行動によって少しでもマシになったわけだよね、その家庭環境が。それは結構なんて言うんだろう、
水谷さんにとってはね、それとなちゃん好きになるでしょ。俺は案外自分に余裕がなかったんだなと思い知ったよ。気丈に振る舞ってただけだった。情けないが、お前の方がよっぽど大人だったのかもしれないとな。まあ俺はレトナだけどね。ただのおせっかいバカだと思っていたが、周りを否定してた俺よりよっぽど。歩み寄ることが簡単だとは思わない。そんな分かりやすいもんじゃない。なくしたものだってもう戻っては来ない。でも同じことが起きないように努力することはできますよね。すいません、今のは私の勝手な意見なんですけど。いや、俺も今そう考えてた。うわ、この表情ちょっと目が違うよ。にしても冷ややかな笑顔でバッサリ。それね、それ、その顔ね。ここまであからさまに言われたのは初めてだよ。ひひひ、失言は無視してくれたんだと思ってたのに。別に怒ってないけどな。いや、目が違うよねこれ。それは何よりよかった。本当によかった。やっぱり鍵渡せてよかった。いや、目が全然違う。え、もうお昼休み終わり？今気がついたけど私お昼まだ食べてないって。おい、なんだ急にへたり込んで。ちょっとぐらい我慢できんだろう。もうダメ、お昼ご飯抜いちゃいました。いくらダイエットで鍛えてたって完全に抜いたら倒れるのよ、お腹が空いて。いくら一ノ瀬さんにチョコ渡したかったからって不覚だったわ。不覚すぎる。一日ぐらい我慢できんだろう。お前まだ弁当食ってなかったのか。一ノ瀬さんにどうしても謝りたかったし、チョコだって渡したかったから。分かったから泣くな。ほら立て、今から何か食べればいいだろうが。俺がおごってやるから。まさか二人でサボんの？え、でも授業。半日くらいサボったって罰は当たらないだろう。来いよ、今日だけは特別だ。 お前を甘やかしてやる。かっけー。はい、甘やかしてやるだって。この後めちゃめちゃ寿司屋とかね行ったんだろうね。わあ、いいな。もうこれ多分卒業までイベントないパターンじゃないかな。多分それ入ったよね。じゃあそれまでちょっと多分一ノ瀬さんがね卒業式に告白してくれると思うんで、最後の自分磨きをしてエンディングちょっと迎えましょうよ。さて、3月13日卒業式の1日前になりましたね。でパラメーター、自分を高めに高め、達成しましたよ。オール100ですね。しかも今回はね、夢のイベントを3回見て、太っちゃうんだよね。2キロ、3キロ増えちゃうっていう、デメリットのイベントもやった上での、オール満点、オールね、100を、達成できました。オールミリオンですよ。ということで、これからもね、ミリオンレトナちゃんを、崇拝してください、皆さん。ダイエット、あそこまでね、100キロだった女がね、オール100を逆に達成できたんだよ。すごいよね。え、あ、一ノ瀬さん。買い物か。優しい。なんか優しい。あ、はい。今夜の夕食、そろそろ野菜が切れてたから、野菜っていうのがね、努力の現れって感じがしますね。うん。ところで、明日なんだが。明日？明日って卒業式のこと？え、明日、なんかあります？式の後で会えないか。あ、話がある。第2ボタンいただけるかもね。校舎裏の昇降口で待ってる。必ず来いよ。なんだろう。何も言わないんだよな。どうなるんだろう。これあれだよ、伝説の鐘の下に呼び出されたみたいなもんだもんな。さあどうなる。さあどんな一枚絵が。これでダメだったらびっくりするけどね。一ノ瀬さん、どこにいるんだろう。あれ、どこからともなくやたらと大人数の悲鳴が聞こえてくるような。おい、一ノ瀬さんがものすごい人数の女だろ。ダダ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 みたいになってんだろうな。どうしたんですかそれ。いいから一緒に走れ、死にたいのか。笑い話みたいだけど、追いかけてくる女子の迫力見てたら冗談事では済まされなさそうな雰囲気だ。多分第2ボタンを狙う
亡霊たちのね、呪いの女たちが追いかけてきてんだよ。確かにあの人たちに捕まったら死ぬかもしれない。一ノ瀬さんじゃなくて私が。ははい。もう逃げ切った。体育館、体育館初めて来たんじゃない？大丈夫そうだな。そうですね。びっくりしましたよ。一ノ瀬さん証拠口にないから。あいつらに見つかっちまったんだよ。なんなんだあのパワーは。本気で殺されるかと思ったぞ。レトナちゃんも筋力100ありますよ。やっぱりボタンですか？ああ、あんなもんどうするんだろうな。そんなの決まってるじゃないですか。好きな人の思い出のボタンですよ。一生の宝物です。女ってのはわけのわからないものに執着するんだな。まあ、それは思うわ。ボタンなんていらなくねみたいな。お前はそんなこと言わないだろうが。それを正面から聞くのは反則ですよ。欲しいに決まってるじゃないですか。まあか。こっち向けよ。あれ、これって一ノ瀬さんのネクタイだ。キーワード、どうせお前のことだからそんなこと言いそうだと思った。おお、ネクタイが外した、外された。え、一ノ瀬さん知ってるか。ネクタイってのはもともと戦地に出向く兵士が恋人や家族に結んでもらったのが始まりなんだぜ。その文化があれなんだな。あの、会社に行く前にシュッてやってもらう、あの嫁さんにね、っていうのが、ね、あの伝わってるというか、その文化が引き続き行われてたのかな。恋人？まあこの場合は逆だけどな。俺はリンが死んでからもう親しい人間を作るのは面倒だと思ってた。だから周りの人間に興味を持たなかったし避けてたんだ。ね、どっかの河原くんと同じようなこと言ってるよ。けどそれをお前が徹底的に壊してくれたな。いつの間にか人の心の中にずかずか踏み込んできて。俺は自己管理のできてないバカは嫌いだ。だが一度決めたことをやり遂げる、そのくせ肝心なところで抜けてる間抜けは嫌いじゃない。一度決めたことやり遂げたもんな。こっちはオール100だよ。勉強も頑張ったからね。ま、間抜けですか。最初にお前に会った日に言ったこと撤回するよ。俺は好きだぜ、お前みたいなおせっかいバカ。おかげでもうちょっとお前と一緒にいたくなった。おい、だからそばにいろよ、ずっと。おい、そのネクタイはそういう意味だよ。一ノ瀬さん、どうしよう。頭がぼーっとしてきた。これって告白だよね、一ノ瀬さんの。だとしたら私には不釣り合いですよ。いや、もうやんないよ俺。もうこれ、こんな不毛なことはもう二度とやんない。私も一ノ瀬さんと ずっと一緒にいたいです。卒業した後もずっと。だから私、なんだか恥ずかしい。一ノ瀬さんの顔見れないよ。おい、こっち向けよ。だっていいから。なんですか。こんなに近く一ノ瀬さんの顔が思わず後ずさりしちゃう。一ノ瀬さんの腕にますます力が入って全然動けない。バカ、逃げるなよ。一ノ瀬さんの柔らかそうな髪の毛が近づいて、すげえ、わあ、ネクタイでクイッて、ネクタイでクイッてやったんだ。なんだか信じられない。一ノ瀬さんとこんな風に一緒にいられるなんて。てかレトナちゃんかわいい。出会った後はいつも厳しくて怖くて近寄りがたくて、でも本当は優しくて温かくて孤独だった一ノ瀬さん、いつからだろうずっと一緒にいられたらなんて思うようになったのは、それが現実になるなんて夢にも思わずに。夢じゃないですよね、一ノ瀬さん。あのほら、やるよ。え、なんだろう、小さな正方形のケースだ。
中身は。指輪？ニュクス製ですか？これ。今日はホワイトデーだろ。それが似合うように、もっと自分を磨いとけ。これ以上。そうしたら、いつか俺の秘書として雇ってやる。秘書、ワイフ兼秘書。一ノ瀬さん、ありがとうございます。大切にします。ずっと。ああ。俺がいいと言うまで、離さずつけておけよ。いいな。まあ、これもう、あれだよね、お風呂の時とかも外したら超怒られるじゃん。何外してんのよ、風呂だと錆びちゃう、外しちゃダメって言ったでしょみたいな。学園を卒業した一ノ瀬さんは大学に行き、私は残りの高校生活を慌ただしく過ごす日に。指輪ってね、したことないんだけど、そもそも人生にしたことがないわ。抜けなくなったらどうしようみたいな、そういう恐怖もあるよね。結局一ノ瀬さんはうちのマンションから通うことになった。あー、別に学生マンションってわけじゃないんだもんね。休日は一ノ瀬さんと同じ大学に行くために猛勉強中の私にいろいろ教えてくれている。そして今も一ノ瀬さんは隣で微笑みかけてくれる。以前の冷たい相手を寄せ付けない仮面ではなく、私だけにしか見せない優しい笑顔で。いやー、よかったねー。一ノ瀬ルートもやっぱメインのメインヒーロー、メインヒロイン的なキャラクターなんで、やっぱよかったですねー。やっぱなんかこう裏表のある感じいいな。待って、忍夏美さとしってキャラクターいる。これ忍夏美さとし、あれでしょ、別のキャラクターのラスボスでしょこれ。ユキやユイのね、ポジションでしょこれ。他のキャラクターにもラスボスがいんのか。いや、もう気になるね、それも。なんだっけ、時田くんのラスボスは、あいつなんじゃないの、藤崎しおり。名前は覚えてございませんが。いやー、面白いなー。やっぱ良かったですね、これ。ただユイがね、とんでもないクソ野郎すぎるというか、まあ気持ちはわかるけどね、恋人を失ってるって、そこになんかもう誰かにぶつけてないともう気が済まないというか、多分どうしようもない状態になってるっていうのはまあわかりますがね、いや面白かったね。まあ川原くんルートも一ノ瀬さんルートもなんて言うんだろう、ちゃんと盛り上がるとか、盛り上がるとか盛り上がってね、なんていうの、こう出れるとこは出れてみたいな感じで、わあこの一枚いいな。出ました、キーワード。確かね、2個ぐらいしかキーワード見てないんじゃないかな。まあ、ネクタイでしょ、ネクタイと、あと運動会の時にハチマキを見たと思うんだけど、もう1個見てないんじゃないかな。今回ちゃんとメモってやってたんだけど、多分友情エンディングとかの時に見れんじゃないかなということなんで、ちょっとこれはググって、キーワード入れてちょっとアフターストーリー見ましょうよ。はい、ということで、ハチマキ、綺麗、ネクタイ、この3つがキーワードでしたね。綺麗って何なんだろう、友情エンディングで綺麗っていうワードがキーワードとして出てくるってどういうことなんだろうね。決定。アフターストーリーなのかな、毎回。数年後、わあ、晴れた日の公園は気持ちいいですね。仕事の疲れも吹き飛びますよ。ってことは大学も卒業して秘書してるんじゃないの？だといいがな。昼からはノーミスで頼むぞ、新米秘書くん。うわ、もうなんかもう卑猥、秘書っていう、もうあえてそのポジションにするとこが卑猥ですよ、一ノ瀬さん。わかってます。ほら、それより一ノ瀬さんの好きなおかずばっかり詰めてきたんですよ、お弁当。秘書検定とか受けたんだろうな。料理だけは相変わらず手際がいいな。お、すげえ。いいじゃん。料理だけって。一ノ瀬さん、そういうこと言うんならもういいです。私一人で食べますから。バカ。食うよ。お。それより、お前、いつになったらその、一ノ瀬さんを卒業するんだ？わあ、そうだよな。名字にさん付けだもんね。だって、一応は、職場の上司と部下だし、けじめってものが必要だから。じゃあ、二人でいる時くらいは
名前で呼べばいいだろう。ほら、試しに呼んでみろ。レトルト、って、無理ですよ。そんなの恥ずかしい。なんで恥ずかしいんだよ。今のうちに慣れてないと。おい。そのうち絶対困るぞ。自分も一ノ瀬になるからかい？どうしてですか？お前の名字が一ノ瀬になったら、俺のことは名前で呼ぶしかなくなるだろうな。一ノ瀬さん、それって。うわ！ほら。お前だけのために作らせたんだ。かっけえ！そう言って、一ノ瀬さんは私の指にリングをつけ、その指にそっと口づけてくれる。卒業式の時にくれた指輪より大人びたデザイン。まるで体の一部みたいにぴったりはまったダイヤのリングは、春の陽光でキラキラと輝いていた。レトナちゃんめっちゃ詩人じゃん。ポエマ、一ノ瀬さん。で？呼ぶのか？呼ばないのか？婚約指輪ってやつかな。え？名前。レン。さん。まあいいか。そのうち3も取れるよな。ハッサン。頑張ります。しかし、本当にお前って。何ですか？可愛いやつだなって思ったんだよ。からかわないでください。なんだよ。俺の言うことが信じられないのか？そんなことないですけど。大丈夫。この俺が言うんだから、間違いないだろう。かっけえな。はい。一ノ瀬さんじゃなくて、レンだよね。まったく。いつになったらちゃんと呼んでくれるんだろうな。まあ、気長に待っててやるよ。どうせ、ずっと一緒にいるんだからな。後ろの方にユイがなんか、木の陰に隠れてキーって見てたら怖いの。あいつらって。うわぁ、アフターストーリーマジでいいな。やっぱあるとないとで違いますね。いや、よかったなぁ。システム、じゃあこれもセーブしといて。じゃあ、おまけ見ようか、おまけ。やっぱこういったね、こう、ゲームをクリアした後に、こう、おまけ要素が解放されるってやっぱたまらんよね。はい。エンディング後の世界ってやつだ。乙女的恋革命ラブレボー、おまけ、おまけ。おまけだよ。おまけだよ。乙女的メモリア、どれだっけ？一ノ瀬さん見てみようか。あ、これがきっとあれだよね。あの友情エンディングの一枚絵なのかな。やっぱここ二ついいな。これいいな。これと、あーいいですね。なるほど、この二つよかったね。やっぱ絵の力は強いね。愛と汗の結晶、革命、ムービーはあれ以外は増えてないかな、さすがに。このデモはかなり衝撃的だったな。このデモがなければね、あの2周目やろうと思わなかったかもしれないからね。この河原くんかっこいいよね、右の。で、亡霊のように一ノ瀬さんが奥にいるけど。これか。そっか、一ノ瀬さんだから桜井さんか。どうも、ただいま、新富町の、音響ハウスにおります桜井です。家にいますレトルトです。クリアおめでとうございます。イエーイ、ありがとうございます。ありがとうございます。いかがでしたでしょうか？よかったです。無事痩せることができたということですよね。45キロまで行きましたよ。いや、何よりです。そうしないとこういわゆるハッピーエンドを見られないっていうことだ。声小さくないですか？はい、若干声小さいですね。なんか面白いゲームですよね、その設定というか、変わってますね。あのビジュアル確かに。いいね、なんともこの、逆にここ、これでも可愛いんじゃないかと思ってしまうぐらい愛嬌があるので、いいかななんて思ったりもしたんですけど、やっぱ、僕もどちらかというとこう、ガリッとしてる方なので、ガリッとしてるやっぱりガリッとしてる方が、まあ好みかななんて、ちょっと改めて思ったりもしましたが、まあイケメンばっかりでね、うん、同じマンションに、うん、学園のナンバーワンから、ナンバーワンから?5とかまで住んでるんでしょ？ありえねえよ。なんねえよ、そんな。せやな。そんな夢のようなね、マンションライフをね、送りたいですよね。
ちょっとなんか逆に言いづらそうだよな、そこ。自分の住んでるマンションに、学園のナンバーワンからナンバーファイブまでの女の子住んでないかな。いくつだよ、お前って話ですけどね。何学園？これ、ちょっとすごいな。なんか妄想、青春みたいな膨らむな。こう、3回目ぐらいの。まだまだ、まだまだガッツリいきますよ。ガツガツと。何のコメントだ、これ。まあ、クリアしていただいたということで、本当嬉しいんですが、もうよかったです。他のキャラも、さっきも言いましたけど、イケメンが、色とりどりのね、イケメンが揃ってますし、ぜひ、他のキャラまでやったことないなっていう、人いらっしゃいましたら、はい。ぜひプレイして、クリアしていただけたらと。みんなも買ってやった方がいいわ、これ。そうですね。まあ僕よりも、昨日聞いたコメントが聞けるんじゃないですかね。まあでも、なかなか濃い方々が揃っているので、面白いんじゃないかと思います。このゲームは第2弾があるかどうかっていうのは、なんとも、今度太っていくってどうですか？太って、なんていうかこう、割とこう、ぽっちゃりしてる方が好きっていうキャラたちがいっぱいいて、お前ガリガリだからダメだよ、みたいなことになって、でも太っていくっていう、もっといっぱい食べちゃう、みたいななんかそういうゲームはできないですね。多分無理だと思う。失笑されました。逆にありだと思いますけどね。はい、てなわけで、本当にプレイしていただきましてありがとうございます。まあ、何回もやって楽しんでください。オールクリアです。オールクリアを目指して、ぜひぜひ、乙女的恋革命ラブレボ、楽しんでくださいませ。オールクリアの実況はきついっすよ。一ノ瀬連役、桜井孝弘でした。じゃね。ありがとうございます。面白いこと言うな。さすがですね。なるほどね。今思えば俺ナンバーワンとナンバーツークリアするって超ミーハーだね。俺結構ね、なんかメイン、このギャルゲーとか、そっち系のなんかやつだったらちょっと、メインヒロイン的なキャラクターって、どちらかといえばあんま好みじゃないパターンがあって、なんか押されてるキャラクターよりも、なんかこう、5番手、6番手とか、ぐらいのキャラクターの方がなんとなく、そう、好きになることが多いんだけど、今思えば、なんだかんだナンバーワン、ナンバーツーとこう、無難じゃないけどね、なんかこう、普通だな、みたいな感じで来ちゃってる気は、するね。あ、なにこれ。名前は、一ノ瀬廉。なにこれ。三年だ。あ、はい。184センチ。あ、なにこれ、パラメーターみたいなの教えてくれるの？血液型何型だろう。 B A 型だな。すいません、ごめんなさい。誕生日、いや一ノ瀬だから1月1日ってかさっきやったわ。2月4日水亀座だな。部活生徒会入っていない。あ、そうですか。趣味はオペラ。オペラ鑑賞だ。覚えてるよ、これ一ノ瀬クイズじゃん。得意な教科は全て。苦手な科目なんてものはない。得意なスポーツ全て得意。何でも。かっけーレトルトさん、苦手なスポーツは何ですか？何でも。大切なもの。なんだろうな、自分とかかな。答えられないな。わー、かっこいい。よく聞く音楽ジャンル。これオペラだから？クラシック。やっぱそうなるのか。嫌いなものは、なんだろう、こう、おせっかいなやつとか。別にない。あ、ないんだ。好きな食べ物。強いて言うなら、フレンチか。すげえ、カレーライスとかハンバーグとかコロッケとかそういうのは出てくると思ったらもう大人でしたね。わ、いいなこれ。いるー、加原雅紀。そうですね、ダーク雅紀さん。まだ2年なんだよね。ああ。181センチってとこかな。たっけー、確か大型かな。大型っぽいね。でも裏の人格考えるとちょっと大型っぽくないね。1月17日ヤギ座だよ。はいはい。部活入ってないのか。サッカー部。入ってた、入ってたわ。そうでした、そうでした。サッカー以外なら、犬の散歩かな。ね、ボン。英語だね。あ、語学が好きなんだ、確か。サッカーでしょ。そりゃもちろんサッカーでしょ。いいね。犬のシュタイン。これダークカハラくんバージョンも聞きたいな。何でも聞くよ。アニソンも聞くんですか。納豆。あれどうしてもダメなんだよね。超うまいけどね、納豆。バナナってうまいよね。うまい。バナナうまい。あ、あーダメか、ダメか。みんなの分、やっぱ攻略したキャラクターじゃないと見えない。お前の顔面白いな、あの人の、あの先輩の顔。
そっか、見れないか。お兄ちゃんもやっぱクリアできんのか。なるほどね。メモリアル。あー、ここか。はい、ということで、乙女的恋革命、ラブレボ。まあ、一応、まあ、ルートとしては、なんか、美貌ルートみたいなのと、河原くんのルート。河原くんの恋人ルートでいいのかな？で、一応さんの恋人ルート。この三つを、クリアすることができました。パートにしたら何パートぐらいなの ?22 とか3とかぐらいですかね。いや、今順当にクリアしてきました。結構長めのシリーズですね。初めは1パート単発でやる予定だったのが1年半前だったんですけども。まあ、2年前になっちゃうのかな。いや、まさかここまでやるとは思わなかったですね。まあ、ということで、まあ、ここで終わってもいいなとはいう気持ちはすごいあるんだけど、やっぱ若月先生がね、ちょっとさっき、なんちゅうだろう、デトナちゃんが病気の時に出てきてたっていうのがちょっとすげえ、あの時の若月先生すごいいい感じだったんで、あと、若月先生のルートの夏の旅行は海っていう、合ってるよね、合ってるよね、海っていう情報も仕入れてるので、若月先生ルートを最後に、もうガチで最後に、若月先生ルートをクリアして、終わろうかなと思います。で、もしかしたらちょっとこの、西野さんのルート、この後の若月先生、ちょっと時間が空く可能性もあるかな。まあなんかいろんな実況やりたいっていうのがあって、ちょっと一つゲーム挟んだりするかもしんないし、まあすぐ若月先生行くかもわかんないけど、まあ俺のね、お得意の実況を、やろうと思ってる実況結構ゲームがいっぱいあるんですが、お蔵になっちゃったら、もうやるものっていうか、もう見つけられなくなったら、まあ、若月先生そのまま行こうかなと思います。まあでもいずれ若月先生絶対にやりますので、まあちょっと待っててくださいって感じですね。で、若月先生終わったら、このレトルトの乙女的恋革命ラブレボの実況は、一旦というか終わりにさせようかなとは思っております。よかった。どのルート面白いね。でも、一ノ瀬さんと、カーラ君はやっぱ生徒っていう、あと学園ナンバー5の一人っていうのありますか。若月先生はもう全然ポジションが違うよね。上のキャラクターがメインヒロイン的な感じで、下が多分サブキャラクターなんだろうね、きっと。だからまあ結構色物的な感じのストーリーが繰り広げられるんじゃないかなというのもありますが、まあちょっとなんか若月先生安心した、なんかほんわかした話が見れそうな気は、しています。ということで、ここまでご付き合いくださりありがとうございました。引き続き、乙女的恋革命ラブレボよろしくお願いします。レルナちゃんのストーリーはもう少しだけ続きたいと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。